毛通寺本堂の脇に立つ舞台で披露されるのは延年の舞。延年とは本来長寿を意味しますが、歌や踊りは長生きにつながるという考えから、大きな寺院で法会の後に催される芸能を延年と総称するようになりました。そこで行われる舞を延年の舞と呼び、平安中期にはすでに始まっていたと言われています。鎌倉室町時代には盛んに行われていた延年ですが、それ以降は衰退し、現在まで残っているのは全国で数箇所のみ。毛通寺のものほど整った形で伝え残されているものは極めて少なく、1977年、国の重要無形民俗文化財に指定されました。毎年1月20日に上行堂で行われる又良人の祭礼、20日夜祭。延年の舞は最後に炮烙として奉納されます。毛通寺には火災などにより創建当時のものはほとんど残っていませんが、脈々と受け継がれてきた延年の舞は800年の時を超え、昔の姿を今に伝える貴重な文化遺産なのです。延年の舞を披露する舞台、その周りにはお堂を清めるための造花と呼ばれる切り紙がかけられています。美しい模様は鳥居や茗荷など全部で12種類、すべて僧侶たちの手作りです。